パレスチナのゲリラ、ハマスがイスラエルに対して奇襲攻撃をかけて、この戦争はこれまでにない規模の大きなもので、イスラエルは30万人の予備役を招集したということですから、かなり大規模な戦争が今後も続くんじゃないかというふうに思われます。で問題はこれに対して日本政府がどういうふうに 対応するかということなんですけども、日本以外の G7 諸国はアメリカをはじめとしてイスラエルを全面的に支持するという声明をすぐに出したわけですけども、日本政府はやや時間を置いて双方に自制を求めるというコメントを岸田首相は出したわけですね。で、これに対してこう弱腰だとか、あるいはその中東の 原油が欲しいから、パレスナゲリラに妥協してるんじゃないかというふうな批判があるわけですけども、これはある意味でやむを得ないところがあるわけですね。日本の原油の90%近くを中東から輸入してるわけですから、これ中東で この問題が大きくなって、原油が日本に入ってこなくなると、日本は、ま、たちまち、経済危機に陥るわけですね。それから、この、ハマスの攻撃に対して、これは、その、ロシアのウクライナに対する侵略と同じだと。その、全面的に、ハマスが悪いんだから、あの、日本政府も、 ウクライナの時と同じようにイスラエルを全面的にバックアップすべきだという意見もそういうまあ威勢のいい意見も多いわけですけれどもこの問題はウクライナ戦争とは違うということを明確にしておいた方がいいと思うんですねでウクライナ戦争というのはロシアの侵略が国際法違反であってウクライナの側には何も非がないと いうことは明らかなわけですけども、今回のこのガザ地区とか、あるいはヨルダン川西岸のこのパレスチナ問題というのは、もうずっと半世紀以上揉め続けてるわけですね。えー、最初に1967年の第一次中東戦争で、イスラエルがこのパレスチナに武力で、 えー、占領してそのまま撤退しない状況がずっと続いているわけですね。特にその、まあガザ、その中心の都市ですけども、その周りをイスラエルが封鎖しちゃって、えー、ガザの人たちは、まともな生活を送れないと。失業率を40%超えると。で、今度はイスラエルが水道とか電気を止めるという状態になっているわけですね。で、 こういう、これまでのイスラエルがやってきたパレスティナの占領というのは国際法違反であると。いうことは国連もあるいは他の G7 諸国も一致して非難してるわけですね。アメリカも非難してるわけですよ。ですから、ロシアと違うのはイスラエルに全く非がないかといえば、それは ゼロとは言えない。もちろん、今回のね、岸攻撃、民間人なんか巻き込んだ攻撃が、正当化されるわけではないけれども、その原因として、イスラエルの長きにわたっている、この国際法違反の占領状態というものは一つの原因になっていることは明らかなわけですよね。だから、まあ日本政府も、あんまり、えー、イスラエルを全面的にバックアップするという態度は取れないと。 この問題はそのパレスチナ問題っていうのはね日本人にとってはあの割と縁遠,遠い問題だからあ,のあんまり今まで考えることはなかったと思うんですけども今回これを機会にして、えー、我々もパレスチナ問題この中東の問題をどういうふうに考えるのか改めて考え直した方がいいと思います。